週末映画情報シネマキン。週末映画情報シネマキング第49回目スタートいたします。案内役は映画ネナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人の川本明がお届けします。今回は3月3日金曜日、そして3月4日土曜日、合わせて10本以上作品を紹介していきます。まずは3月3日金曜日公開のアサシンクリードから紹介いたします。最初に紹介するのはアサシンクリード。この作品は全世界で人気のゲームシリーズをマイケル・ファスベンダー主演、そしてマリオン・コテヤール共演で実写映画化したものです。ゲームの世界観を保ちつつ、主人公などキャラクターは異なり、映画オリジナルのストーリーが展開します。華麗なアクションを披露するマイケル・ファスベンダーの演技に注目してみてください。アサシンクリードは3月3日金曜日、ミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは We Are X。この作品は世界的人気バンド XJAPAN の軌跡を追ったドキュメンタリー映画です。日本のロックシーンに与えた影響、メンバーの盛況、バンドのヒストリーを YOSHIKI を中心としたメンバーの証言と貴重な映像で綴っていきます。 We Are X は3月3日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはラビング愛という名前の2人。この作品は異人種間の結婚が違法とされていた1950年代のバージニア州を舞台に、自らの愛を貫き通すべく戦ったラビング夫妻の実話を映画化したヒューマンラブストーリーです。英国王のスピーチの人気俳優コリン・ファースが映画化を熱望し、プロデュースを担当、マット・テイク・シェルターのジェフ・ニコルズさんが監督・脚本を担当した渾身作となります。ラビング愛という名前の2人は3月3日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのはハルチカ。この作品は幼なじみの高校生春田とちかが吹奏楽を通して気持ちをつなげていく姿を描く初の性の代表作、春近シリーズを待望の実写映画化したもの。心優しいけれどもややナイーブな春田を演じるのは、これが映画初主演にして初主演作となるセクシーゾーンの佐藤勝利さん。その春田を奔放な性格で振ります。勝ち気な地下には話題作への出演が続く橋本環奈、誰もが共感しほんのり幸せな気持ちにしてくれる青春ムービーです。春地下は3月4日土曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはアシュラ。この作品出演者全員悪人です。悪人たちが喰らい合う地獄絵図を完成させたのは韓国最高の演技派の4人。10秒の妻のため正義を捨てた汚職刑事に、私の頭の中の消しゴムのジョンソン、私利私欲に溺れる市長に、ファン・ジョンミン、市長の下で悪の味を覚えていく後輩刑事に、チュ・ジフン、善と悪の見境をなくした検事に、カク・ドウォン、この悪人4人の演技に注目してみてください。アシュラは3月4日土曜よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのは映画ドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険。この作品はドラえもんの37作目となる長編劇場版です。冒険の舞台となるのは南極、氷の下の古代都市、さらにはスノーボールアース理論など、原作者の藤子 F 不二雄氏の得意とする少し不思議な SF 要素が満載です。映画ドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険は3月4日土曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはフレンチラン。 CIA のアウトロー捜査官とスリの天才がコンビを組み、テロ事件の犯人捜査のためパリを奔走するアクション映画です。組み合わせが新しいバディームービーであり、ド派手な破壊的アクションの数々に釘付けとなります。フレンチランは3月4日土曜よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのはオアシスフジロックフェスティバル09。フジ
ギリスの人気ロックバンドオアシスの日本最後のライブ映像を劇場公開します。2009年7月24日のフジロックフェスティバル、大雨の中でのパフォーマンス、熱狂と感動のライブがスクリーンに再現されてきます。オアシスフジロックフェスティバル09は3月4日土曜よりミッドランドスケアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはヨーヨーマと旅するシルクロード。ヨーヨーマの音楽活動を通して伝統音楽と現代音楽の関係に迫ったドキュメンタリー映画です。本人のインタビューほか、映画音楽を手掛けるジョン・ウィリアムズや歌手のボビー・マクファーリンらも登場します。ヨーヨーマと旅するシルクロードは3月4日土曜よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのは劇場版プリパラ、みんなで輝けキラリンスターライブ。美少女アイドルたちがプリパラと呼ばれる舞台で頂点を目指して奮闘する姿を描いたテレビアニメプリパラの劇場版第4弾となります。太陽系の惑星をめぐり様々な試練に挑むラーラたちの奮闘が見どころとなります。劇場版プリパラみんなで輝けキラリンスターライブは3月4日土曜より109シネマズ名古屋ほかで公開です。続いて紹介するのはマンダウン戦士の約束。この作品はアフガニスタンからの帰還兵が廃墟と化した故郷で愛する家族を探し出すべく奔走する姿を描いた戦争ドラマです。トランスフォーマーシリーズのシャイア・ラブーフが主演を務め、スーサイドスクワットのジェイ・コートニー、オデッセイのケイト・マーラ、裏切りのサーカスのゲイリー・オールドマンが共演しております。マンダウン戦士の約束は3月4日土曜より名称劇場他で公開です。続いて紹介するのはウィナー懲りない男の選挙ウォーズ。この作品セックススキャンダルでアメリカ社会を騒然とさせた若手政治家アンソニー・ウィナーを追ったドキュメンタリー映画です。再起をかけてニューヨーク市長選に立候補したウィナーに密着取材を敢行し、そこで起こったまさかの展開を追うとともに驚きの戦略と騙し合いに満ちた選挙戦の裏側を映し出していきます。ウィナー懲りない男の選挙ウォーズは3月4日土曜より名演小劇場にて公開です。続いて紹介するのは100日告別。交通事故で最愛のパートナーを亡くした2人の男女が現実と向き合っていく姿を描く再生の物語です。メガホンを取るのは9月に降る風のトム・リン監督、主演は香港を中心に活動していたカリーナ・ラムとアジアのスーパーバンドメイデイのギタリストシー・チンハンさんが共演しております。100日告別は3月4日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはブラインドマッサージ。南京の盲人マッサージ院を舞台に巻き起こる人間模様を苛烈に描く見る者の価値基準を大きく揺さぶる衝撃作です。2014年第64回ベルリン国際映画祭銀熊賞、その他数多くの賞を受賞した注目作です。視覚障害者の視点を体感するような映像と人間の本能をえぐるような衝撃的な物語が世界中で絶賛されております。ブラインドマッサージは3月4日土曜から3月24日金曜まで名古屋シネマテイクにて公開です。最後に紹介するのはア・ファットレック。この作品は1990年代のメロコアブームを牽引したアメリカのインディーレーベルファットレックコーズの25年にわたる歴史を紐解いたドキュメンタリー映画です。レーベルの誕生と成長、苦難を明らかにし、現在に至るまでインディペンデント精神を貫き続けるレーベルと所属バンドたちの姿を映し出していきます。ア・ファットレックは3月4日土曜から3月10日金曜まで名古屋シネマテイクにて公開です。はい、いかがでしたでしょうか。3月第1週、映画を紹介してきました。アデミー賞も発表され、アナウンも絶賛上映中です。この他、アカデミー賞作品も、これから劇場で公開してきますので、皆さんチェックしていただいて、ぜひ映画館で
映画にしてみてください。そして3月1日には C2 3月号も配布されます。ぜひ皆さん劇場でお手に取ってください。それでは